アレクサンダー兵による海への進軍を描いた版画。シャーマン将軍の軍が鉄道を破壊し、家々を焼き払いながら、ジョージワ州を進軍するシャーマンの海への進軍とは、アメリカ南北戦争終盤期の1864年11月15日から12月22日にかけて、北軍のウィリアム・シャーマン将軍が、 アメリカ南部連合の早期降伏を目的として南部連合の中心州であったジョージア州のアトランタから南東約400キロ先の港町サバナまでの主要部を50キロから100キロ幅で行った破壊進撃を意味する。鉄道などの基盤、産業施設、個人の資産に至るまでを破壊し、戦争に対する物質的、精神的な支えを喪失させた。 この戦いは、後の20世紀の総力戦を予告するものであった。1863年7月のゲティスバーグの戦いとビックスバーグの戦いでの北軍の勝利の後、ユリシーズ・グラント将軍は、ジョージア州侵入を試みた。アトランタ攻略である。アトランタは、数少ない南部連合の軍事産業の中心地で、同時に、 ミシシッピ州やアラバマ州などの西部戦線とバージニア州の東部戦線をつなぐ要衝であり実質上南部連合の心臓部と言えるほど南部の統合と結束を象徴する都市であったここを落とすと南部の戦争続行が不可能となり南部連合大統領のジェファーソン・デービスもアトランタ陥落だけは 阻止しなければと思い、南軍本体である北バージニア軍の3分の1の兵力をアトランタ経由で西部戦線の南軍に援軍として送った。北軍は9月に北バージニア軍の援軍を受けた南軍と地下網がの戦いでぶつかり、初回のジョージア州侵入は失敗に終わった。南軍はこれを機にテネシー州奪還を試みるも11月の 第三次チャタヌーガの戦いで敗北し、ジョージワ州へ交代を余儀なくされた。そのすぐ後に、グラント将軍は、リンカーン大統領から北軍総司令官に任命され、自分の後任に、ウィリアム・シャーマン将軍を指名した。そして、バージニアへ赴く自分の代わりに、アトランタの占領を命じた。1864年5月1日、シャーマンは10万を超える兵力で、 チャタヌーガを出発して、ジョージワ州に侵入、ドルトンで、南軍のジョセフ・ジョンストンの南軍6万5000と対峙するも、全面衝突は避けて、アトランタへの迂回侵攻を続けた。それに伴って、ジョンストン将軍も、北軍のアトランタ侵攻を阻止するため退却せざるを得なくなり、ドルトンからレサカ、カルフン、アデアズビル、ニューホープチャーチ、 ビッグシャンティ、ケネソーさんへと退却し、アトランタ防衛に努めた。しかし、デービス大統領は、アトランタから30キロも離れていない、ケネソーさんまで撤退したジョンストンを無能しし、解雇。後任に、ジョンベルフッドを指名したが、攻撃型の、この将軍のもとで、南軍兵力は、アトランタの戦いなどに敗れ、 帰って疲弊するばかりであった。完全包囲された南軍はついに9月1日深夜、主要な軍事施設を炎上させて、アトランタを全面撤退。翌日2日、ミメージャーマン率いる北軍は、アトランタを占領し、ワシントン DC へアトランタ陥落の電報を打った。このアトランタの占領は、リンカーンの大統領再選にも大いに役立った。 シャーマンの部隊の進路鉄道の線路を引き剥がすシャーマン将軍の兵士北軍によるアトランタ陥落は南部連合にとって戦争継続の意思と能力が不可と決定づけられた大打撃であった。しかし、シャーマンはこのアトランタを占領しただけでは戦争は終結しないと思っていた。この戦争を早期終結させるためには 南軍の壊滅だけでなくその南軍を応援する、非戦闘員への戦意喪失も不可欠と考えていた。そこでシャーマンは、アトランタからジョージア州要部を進軍して、サバナを占領後、サウスカロライナ州に入って北上し、ノースカロライナ州をも通過して、バージニア州のグラント将軍の北軍本隊と合流しようと、グラントに提案した。グラントは、 南軍の壊滅を望んでいて、最初は乗り切れなかったものの最終的には、シャーマンのこの提案に同意した。10万の兵力のうちの3万5000を北西に撤退した、フッド率いる南軍の追悼へ向かわせ、11月15日にアトランタのほぼ全域を炎上させたシャーマンは残り6万5000の北軍を率いて、 約400キロ南東に位置する港町サバナに向かっての破壊の進撃を開始した。これが後々まで南部人を震え上がらせた海への進軍の始まりである。両翼約50キロから最大100キロ幅にわたって進行。その道中の家屋敷、工場、機械、農家、家畜、菜園、穀物、綿花、砂糖きび。 鉄道、橋などが破壊炎上され、ジョージア州主要部がサバナのクリスマス占領までに全滅した。風と共に去りぬはこの時の背景を中心に南北戦争を描いており、奴隷制度にあって映画を極めた南部の貴族的文化社会が南北戦争という風と共に去ったことを意味する。12月22日シャーマンの軍隊は港町サバナまで到達。 ちょうど、クリスマス直前であったことからシャーマンは、ワシントンに、この街を、クリスマスプレゼントにと打電した。明けて1865年、シャーマン将軍は、バージニア州で、グラント将軍率いる北軍トリー将軍率いる南軍主力を挟み撃ちにするため、サバナを破壊せずに、バージニアに向けて出発。 サバナ川を渡ってサウスカロライナ州に侵入した。北軍左翼は州とコロンビア、右翼はチャールストンを標的として北上した。サウスカロライナ州はジョージア州とともに合衆国建国13州のメンバーであり、1860年に他の南部諸州に先駆けて合衆国を脱退したばかりか、戦争の唇を切った州として、 名手的立場にあった。その南部の指導しうたる、サウスカロライナの破壊進撃は制裁の意味も含め、ジョージアよりもさらに徹底していた。2月17日、コロンビアの大部分が北軍に破壊されて、怪人と化し、翌18日にはチャールストンも北軍に降伏した。この戦争勃発地であるチャールストンの降伏は、南部連合国の崩壊の近いことを暗示する。 ものであった。新南部のジョージアとサウスカロライナの広大な主要部を、ほとんど南軍の抵抗を受けることなく破壊し尽くした、シャーマン率いる北軍は、ノースカロライナ州に侵入すると、ケネソーさんで解雇された、ジョンストン将軍率いる2万2000の南軍と、再び接触した維した。 しかし圧倒的なシャーマン率いる北軍にかなうわけもなく、3月19日に一度攻撃を加えただけで、北に退いた。シャーマンはゴールズボロに入って、次の作戦に備えたがアトランタから、ここまでの皇帝約1000キロ、その間には南軍を支える物資はほとんど残らなかった。4月9日にリー将軍率いる主力部隊の南軍が、 バージニア州アポマトックスで降伏したのに続き、5月に、ジョンストン将軍もノースカロライナ州ダーラムで、シャーマン将軍に降伏。6月1日までに、南軍の組織的抵抗はなくなり南北戦争は、北軍の勝利で終結した。ありがとうございます。